シモムーの寝るときに聞いちゃってはいどうもシモムーでございますシモムーの寝るときに聞いちゃって3月編が始まりました、えー、第3回ラジオでございますえー、ちゃんとしっかり毎月やっております、えー、毎月1回、えー、月の最後に、えー、その月のあったことや、えー、いろんなお話をするというラジオになっておりますえシモナーの皆さん おはは。は。ようございます。ここんんんにちはこんばシモナーというのはね、えー、このラジオを聴いている皆様のことをリスナーじゃなくて、シモナーと呼ぼうっていうのを流行らせようとしてますんで、皆さんはだからシモナーでございます。もう勝手にシモナーですからね、嫌でもシモナーでございますんで、まあ、本日もよろしくお願いします。まあ、本日はですね、3月の25日、金曜日のただいま深夜3時でございます。 えー、25日になったばっかりですね。深夜3時ですんで。まあ、なぜこの時間にしてるかというと、まあまあ私仕事が夜勤なんで、夜勤終わりに、えー、ちょうど帰ってきて、えー、撮っております。だいたい下むの寝るときに聞いちゃっては夜勤終わりが多いですね <laughs>、えー。深夜3時でございますんで、よろしくお願いします。いやー3月です。3月ね。 何があったかって言っても別に大したことはないんですけどもまあふとえー、っとね別に3月関係ないんですけど思ったことがありましてなんかみんなそれぞれルーティーンとか決まり事ってありますか自分なりのルーティーンみたいなねそれをねちょっと考えた時にね私しもむ結構あるなと思ったんですよ自分なりのルールというかね のが結構ありまして多分結構びっくりされるようなルールがあると思うんですよ、自分なりの。で、まずね、考えたときに、ね、朝起きて、皆さん、やることってあるじゃないですか、自分なりのルーティーンって。もう自分も必ず決まってますからね、やることっていうの。で、朝起きて、私、まず何するかと言いますと、 置きますよねまず一番最初にあのね顔を洗う前に歯を磨くんですよでなぜ歯を磨くかというと歯を磨きながらトイレに行くんですよだから歯を磨くのは私トイレで磨くんですよトイレで用を足し用をしながら歯磨きも一緒にするっていうこの時短ですねこれ時短なのか分かんないけどでももう そういうい風になってるんですよ体が。朝起きて必ず歯磨きをしながら歯,磨き歯ブラシを加えながらトイレに入っていってトイレで歯磨きするっていうねで全部終わって歯磨きもいい感じに終わった頃にまトイレから出ていってそこで湯水で顔を洗うっていうのが自分なりの。 ルーティーンなんですよ。これはもう必ず決まってるんですよ。別々にすればいいやんって思うでしょ。まあほとんどの人は別々にするんでしょ。でもなんか時間がもったいないというかね。一緒にしちゃうんですよ。これ多分でも変わってるでしょ、多分。この話聞くと。やべえやつだなと思うでしょ。<laughs> なんで。でもそれはもうなんか決まり事ですね。うん。やってます、やっとだからあの、 よく youtube とかでルーティン動画ってあるじゃないですかあれをね、撮ろうかなと思ったんですけど、俺、ルーティン動画撮るときに、トイレに座って、歯磨いてるのを動画撮らないといけないなと思ったけど、それは流すの嫌だなと思ったんでね、<laughs> やめたんですけどね、それがね、ルーティンなんですよ。あとね、多分変わってんなーって思われるのはね、あのチャンネルあるじゃないですか、テレビのチャンネル。ね テレビのチャンネルで、これ自分でも何でか分かんないんですよ。もうずっとなんですよ。1人暮らし18から始めて、1人暮らし始めた頃からずっとなんですけど、必ず日本テレビさんでのチャンネルをつけた状態でテレビを切らないといけないっていうルールがあるんですよ。<laughs> これなんでに日本テレビさんか分かんないんですよ。必ず日テレさんを、 最後、そののチャンネルのままテレビを切る。だから私のテレビっていうのは必ずテレビつけると日本テレビさんがついてるんですよ。じゃないと嫌なんですよ。いや、いや、いや、うん、でもなんかなんか嫌なんですよ。これが、えー、例えばテレビつけてフジテレビさんとかだったらちょっとだめなんですよ。だから例えば寝るときにテレビ消すじゃないですか。例えばフジテレビ見てます。フジテレビさん見てて。 寝ようかなーって思ったら必ず日本テレビさんに変えるんですよ。で、変えてチャンネル切るんですよ。じゃないと寝れないんですよ。これ何なんだろうと思うんですよ。病気なのかな多分うそういう。例えばフジテレビさんのままで切って寝ようとしても寝れないんですよ。もう心がモヤモヤしてるんですよ。あ、フジテレビのままだって。日テレに変えなきゃっていう。もうこれが頭いっぱいなんで、もう寝れない。 で日本テレビさんにやっと変えてぐっすり寝れるんです。こういう人ってい,い,いるのかなこれわかんない。これなんでこれもう昔から。昔から一人暮らしし始めてから。必ずもう決まってる。これが日本テレビだった。っていうね。だからこれ、チャンネルも決まってるから音量も決まってるんですよ。私のテレビって。私のテレビは必ずもう15なんですよ。音量15。もうこれ固定。 変わることもないし、15があ私の耳にちょうどいい音量なんですよ。そう、だから必ず決まってますで。これが、えー、例えば、いや、たまにありますよ。ちょっと15でも聞き取りづらいなって言って16とかにして見るときもありますよ。例えば DVD とか映画とか見るときに、16、17とかしてみますよね。で、でも、終わるじゃないですか。終わりましたって言って、また、じゃあ寝ようって。 日本 <laughs> ってなったら必ず15にして切らなきゃいけないんですよ。これも変わったルールですよね。ルルよねだから必ず日、えー、テレさんと音量は15で切らないといけないんですよ、テレビを。切らないといけないって誰が決めたんだって話ですけど。<laughs> まあ自分が勝手に決めたルールなんですけど。だから窮屈な生き方してますよね。自分で自分を追い込んでるんですからね。でもなんかね、それはもう決まってんすよね。日テレさんの15。 音量15。これだけ聞いたら本当になんかもう痛いやつだもんね。でもまあこれがもう当たり前になってるから別に何の苦でもないし、ね、当たり前のように寝る前になってたら日程算するしね。っていうのがありますよ。そういうルーティン。皆さんも結構あるかないや、あると思うよ。多分言えないけど、自分なりのルールみたいなね。あると思いますよ。当たり前にしてるけどね、みたいな。 あとね、なんだろう、これルーティン、うん、ルーティーンとかじゃないけど、あの、スーパーとかにね、買い物行くときには必ず、えー、スーパーあの閉店間際に行くっていうね、ちょっとしたルールというか、いやもうこれも当たり前なんですけど、まあ、なぜかというと、閉店間際に行くとね、あの、弁当とかそういうお惣菜とかが半額になるんですよね、もう。 店が閉まるからで。その時間帯を狙って、えー、行くんですけど、だからま半額狙いで行くんですけどね。でたまに早く行き過ぎて、まだあの半額じゃなくて、例えば3割引きとかの時もあるんです。でも半額シールが貼られるまでひたすらスーパーで待ちますからね。俺、スーパーをウォーキングしてますからね、普通に。俺、何往復弁当売り場のとこ行ってるか。 で店員さんが出てきたと思ってもね、なかなかまだ半額シール貼ってくれないから、もう店員と我慢比べですよ。何回顔合わせていることかで、やっと自分の欲しいものを手に入れて帰るというね、これもちょっとした決まりです。でも、あ,そあのスーパーで、えー、弁当を半額で狙ってる自分は嫌いじゃないんですよね、客観的に見て。一般的に見たら、 そんなやつ好きになれないかもしれないけど自分を客観的に見るときあなんかいいなって思うんですなんかいい今わかんない良くはないけどねでもこれ昔から思ってるんですけどたとえすっげえ売れてお金持ってたとしても俺は半額弁当を買うような男でいたいと思うんですよ <laughs> これわかんないけどすっごいお金あっても 普通の値段の弁当と半額弁当 2, 2種類あります。でも中身は全く一緒です。だったら俺は半額弁当を取る男になりたいんですよ。って思うんですよ。別にお金があろうがなかろうがねで。それはずっと思ってるんですよね。それは、まあそれルーティンとかじゃないな。スーパーは夜に行くっていう。あとね、あと必ずね、よく博多駅に行くんですよ。 自分、博多駅に用があって電車で行くんですけど、で、自分、地下鉄で行くんですけども、えー、博多駅までの電車賃が、えー、300円なんですよ。博多まで行くとね。300円なんですけど、その手前の駅の祇園駅っていうのがあるんですよ。祇園駅で降りると、えー、260円なんですよ。言ったらお40円安いんですよ。で、祇園駅から博多駅って歩いて10分ぐらいなんですよ。 だから、私、必ず博多に用があるときは、毎回、祇園で降りるんですよ。これももう必ずです、決まってます、もうまあ、それはただ40円安いからっていう理由なんですけど、だって10分歩けば40円得するんですよ。これだって博多駅しょっちゅう、ね、利用してたら、往復80円ですからね、80円って、後々響いてきますからね。 これもでもね、別に苦じゃないんですよ。当たり前なんですよ、俺の中では。当たり前の行動。10分で40円安くなるなら、俺は、俺は歩くなっていう。うん。って思って、だから俺、俺、博多行くときは必ず祇園で降りるっていう。で、で、10分歩いて、えー、博多まで行くっていうのを、これもルーティンで。博多で降りたときも、博多から必ず祇園まで歩くって。で、祇園から家に帰っていくっていうのをルーティン。 うん、決まりかといってね、これ、ケチって思われたくないんですよ。あのね、これはね、ケチとは思われたくないですよ。俺、自分自身には多分ケチです。それは言い切れます。ただね、他人には俺、ケチじゃないです。そこは言い切れます。人には使えます。そこは全然ケチらないです。例えば、仲間同士で飲み行ったときとかも、えー、一番多く出し,出したい人間です。見え張ってね。 ダサいっちゃダサいですけど。でもそこはケチンないです。人に対してはケチンないです。まあその分自分に対してすごいケチりますからほとんどお金使わないですけどね。自分に対してはね。ただ誰かに対してとかはケチらないです。何かをプレゼントするとかね。え飯代おごるとかそういうのがあったら全然ケチろうと思わないです。そういうのは別になんとも思わないです。後輩に飯おごるとかね。 でも自分に対してだったら40円ケチロろうとす。だから俺、博多駅でもうほとんど降りてないもんね。博多まで絶対歩きよっていうね。なこう、自分なりの決まり事っていうね。多分、今回のラジオ、やばい放送じゃないですか。シモって実はやばかったんだっていうね。<laughs> 独特ーっていうのがもう、思うでしょうね。でもまあ、それは、それはでもね、 まあ客観的に見たらおかしいのかなと思うけど、まあ自分は全然、まあ、当たり前のようにやってるから何とも思わないですけどね。っていうのがありますよ。それをふと思ったんですよね。こういうのがあったなっていう。皆さんもね、何かしらのルーティンがあるんじゃないですかね。決まり事って。<laughs> あとちょっとまた全然話変えますは。話変わりますけども。あの、テレビって皆さん見てます、最近。 テレビ。毎週見てるテレビ番組とかあるじゃないですか必ずそれをねあのー、チェックしたら何があったかなーって思ったら思ったんでねちょっと発表だけしたいと思います何で発表するかわかんないしもむが毎週見ている番組をちょっと発表したいと思います必ず毎週見ている番組思う前見店 これ日本テレビさんですね。えー、ゴリパラ見聞録、えー。ローカル番組ですか。か、えー、発見落着、ま。これも福岡のローカル番組です。えー、ロンドンハーツ。楽器の使い。えー、福岡君、ま。これも福岡のローカル番組です。えー、家ついて行っていいですか、えー。水曜日のダウンタウン。これだけですね。これだけは毎週見てます。 って書いたときに、少なっと思ったんですよね。だからもう、テレビをやっぱ見ない時代になってきてますね。うーん。でも、私の夢はテレビに出ることなんですけどね。うーん。だけどもやっぱテレビを自分がもう見なくなってきてますね。うーん。あんまり、6、その毎週まで見るような番組が。多分昔だったらもっとあったんでしょうね。毎週見るような番組って。かなりありましたからね。 必ず見てた番組。昔なんだけど小さい時小学校の時にあの笑う犬と学校へ行こうかな笑う犬と学校へ行こうが同じ時間にやってたんですよ同じ時間にやってて録画機能とかなかったから家になかったから、えー、テレビが2台あったんですよテレビが2台あったから、えー、片方は笑う犬をつけて片方は学校へ行こうをつけて、えー、2つ番組見てましたからね でも必ず学校行ったらその2つの番組の話になるんで、だから2個見とかないといけないっていうね。だから私世代はみんな学校へ行こうとか笑う犬同じ時間にやってた時、必ず2番組両方見てたんじゃないですかね。必ずやってます。でも今一番俺面白いって思う番組はですね、個人的に思う,うまい店ですね。思う,うまい店一回見てくださいよ。すっげえ面白いですよ。ただただ素人が出てるんですよ。素人が。 えー、言ったらお店をやってる店を紹介するんですよ、素人の、言ったらなんだろう、値段が安い定食屋とか、そういういろんな店、大盛りだけども、量がすごいお店とかね、そういうのをただただ紹介してるんですけど、そこの店主とか、やっぱ人柄がすごいんですよ、人間味、人間味だけでやってる番組なんですよ、思うまい店って。 やっぱ素人さんってやっぱ最強ですよね。うん、別に何も考えてないからね、別に笑わそうと思ってやってないから余計いいと思うんですよ。これ一番面白いですよ。思うま店。めっちゃ楽しみですもん。火曜日がね、思うまい店。皆さんもよかったら見てください。あとまあもう一つ楽しみな番組は、あのまあ、ローカル番組になりますけど、福岡の、まあ、ゴリパラ見聞録っていうね、番組がありまして。 え福岡のタレントの芸人さんのねゴリケンさんパラシュート部隊さんのえまあ旅番組というかまあ人生ですね人生をお届けしている番組があるんですよそれがもう好きですね私ゴリパラキッズですからねもうキッズですんで大好きですよその2つの番組ですよねだからゴリパラでゴリパラっていうかそのパラシュート部隊さんのヤノペペさんに 会った時はやっぱすげえテンション上がりましたもんねうん、嬉しかったっすもんキッズだったからもう純粋にキッズだったからそのね番組で会ったんですけどもそれは嬉しかったっすねうんその時は純粋に芸人じゃなくて普通にキッズとして接しましたね <laughs> 一緒に俺ねあの自分もお酒飲まないんでペペさんにコーラで乾杯しましょうって言ってね で結果一回だけ、えー、焼肉ごちそうになったことあってだからご飯も行かせてもらったことあるんですけどその時やっぱテンション上がりましたねコーラであの乾杯してコーラで1個もさせてもらったんですけどいやーよかったですねやっぱ嬉しかったっす <laughs> まあその2番組ですね私が今一番好きな番組っていうのそういうものはふと思ったからちょっと話そうかなって思った内容ですね じゃあ、今月のラジオはこんぐらいに過ぎましょうか。じゃあ、皆さん、3月も残りわずかですけど、お疲れ様でした。4月もえ共に頑張っていきましょう。さあ、もうすぐゴールデンウィークがありますんで、楽しいこといっぱいありますんで。じゃあ、また4月にえお会いしましょう。じゃあ、下村をの寝るときに来ちゃって、本日は以上になります。しもなの皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。